皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは勉強を先延ばしにしない、こういうタイトルです。皆さんの周りには勉強なんかより楽しいものいっぱいありますよね。漫画とか SNS とかゲームをもっとやりたいなんて思ってね、ついついそっちに惹かれて、勉強を少し先に延ばしても問題ないんじゃないかな、後でちゃんとやるから大丈夫じゃないかなってこう考えちゃう人いるんですけど、気をつけてくださいね。先延ばしに慣れてしまうと大変なことになります。それなぜかっていうと、いざ勉強をしようと思った時、時間が足りなくなっちゃうんですよね。時間って限られてるでしょ。ですから先延ばしにした分時間短くなってるんです。だから時間が少なくなっているということです。そうするとどんなことが起きるかというと、宿題とか課題、これ期限までに提出できない、こんなことが起きちゃいます。また提出したとしてもギリギリ間に合った、よかったと思っても、ただ穴埋めをしただけね、答えを移しただけ、それで提出したと、でほっとした、間に合った、いやいや良くないですよねそれって、何も身についていないんですよ。何のために課題が出たか、何のために宿題が出たか考えたら、やっぱり何か身につけるものがあったから、それを身につけるために宿題って出てるんですよね。それができていないということです。テスト勉強だったら知識とか問題の解き方、考え方が十分身につかない、その状態でテストを受けてしまうことになるので、テストの結果いいわけがありませんね。つまり勉強を先延ばしにすると、あなたは自分自身の成績を下げると、そういうことになるので、勉強を先延ばしにすると、これやめましょう。周りにね、いろいろ楽しいことがあっても、まず勉強をして、その後で楽しみは、とこういう順番にしてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。